レディーゴー。お疲れでーす。はい、新年一発目の食べ歩きというわけで札幌に来ました。はい、ある方と札幌で合流して食べ歩きなんですけども、うん、はい、はい、でも今回あのチンヤとジョーブログの北海道担当カメラマンの夕張以来のこのゆうたの雪国仕様のほんまに雪国やな。はい、でももうそろそろ来はる。あ、まさにまさに来たまさに冬仕様ありがとうございます。明けましておめでとうございます。久しぶりっすね。久しぶりっすね。いつぶりぐらいっすか。昨日ぶりっす。全然久しぶりちゃうやん。まず1軒目もすぐそこなんですけど、八橋っていうところで、はい、もういくらもてんこ盛り入れてもらえる。いくら好きですか。いくら好きです。いいっすね。じゃあ行きましょう。おっす。せーの、レディーゴー。ジョーブロック。来ましたよ。まず来ましたね。八橋来たことあります。いや、来たことないです。札幌はどれぐらいぶりですか。札幌は数年ぶりです。あ、もう数年ぶりですか、はい、すいません。なんかおすすめって。当店名物がイクラ丼でして、はい、ツッコめしといまして、あ、はい、お客様の前でもたっぷりのイクラをご飯にかけさせてもらいます。うわ、最高。そちらをお願いしております。じゃあよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。一発目何やるんですか。スーパードライ。行くいわちゃんと行くやん僕は温かいお茶と。じゃあちょっと行きましょう。はい、おめでとうございます。本日もよろしくお願いします。いや、おじじやん。おじじ言うな。あーすれー、ツッコミしまります。それではこちらご飯の上にイクラをかけてまいります。よろしいと思ったところでストップと声をかけてください、はい、ストップがない場合あふれるギリギリで終了となっております。はい、ただし残さぬよう食べれる愛で声掛けをよろしくお願いします。それではツッコミしまります。いやいや、そんなやつおらんねんて。そんなやつおらんて。一番びっくりしてた店員さんが。で、まさにのこれをあのこっちに入れてもらう。多いわ。じゃもう一回お願いします。いいですよ、すいません。よろしいでしょうか。はい、すっごい始まりまーす。めっちゃうまいっすわこれ。贅沢食いやわ。こぼれですねこれ。これね、まさにこれ熱ないっすね。めっちゃうまいっすね。美味しいです。ありがとうございます。今年はどんな感じにいきたいなと思ってますか。今年はやっぱブレイキングダウンで2月バシッと買って、まあリベンジもしたいですし。なるほど、はい、めっちゃ楽しみですね。いろいろ挑戦してきたんですね、いろんなこと。雲南層という珍しい海藻の。へぇ、雲南層。はい、初めて聞きました。雲南層。うん、とろっとろのわかめみたいな。へぇ、熱そうな。去年より2回ぐらい多かった。ホッケー焼きましたね。どうぞ。うわ、でっかー。知床の羅臼産のホッケー。まっそう。すごいっすね。肉肉し魚ちゃいますもん、これ肉ですよ。でもなんか下でラーメンも用意してもらう。あ、ラーメンも。カニ味噌
噌ラーメンっていうのがあるみたいで、カニ味噌ラーメン、カニ味噌ラーメンですか。はい、カニ味噌ラーメン、それの味噌にカニ味噌をたっぷり混ぜて、うわうわ絶対美味しい、うん、一緒に届けなきゃいけないです。あ、大丈夫ですよ、全然やばこれ吹雪やばい、そぶまさにシャシャーンって入ったじゃん寒すぎて寒すぎてカニ味噌ラーメンって珍しいですね。珍しいですね、初めて食べます、ね、あ、来た、ね、お待たせいたしました、はい、うわカニ味噌ラーメン全部のせて、やばー、全部のせて、うわやばっ、マジロスめちゃくちゃ豪快やわ、うまそうですね、ここに北海道全部詰まってますよ確かにだってカニも味噌だけじゃなくてカニの身もありますし、いただきます、いただきます、なんで回したの、どっから食うかな、この北海道のどの部分から札幌から行った方がいいです、あ、札幌から、札幌でもないですからね、札幌です、はい、バターとカニの香りが相まってめっちゃこう、なんていうんですか、アーモンドを、美味しいっすか、めっちゃうまいっすよ、めっちゃ当たりま、あんまります待って、なんてめっちゃ止まりますよ、味噌の味めっちゃ効いてんねん、カニ味噌の、めっちゃすいません、並んでない、いやいや、こちらまでさ、お客様ではないよ視聴者さんから、なんで色紙持ってたの、さっきだってまさにがストーリーでつぶやいてたから、まさにつぶやいたんですか、つぶやいたまさにそりゃいっぱいなるわまさに、なんで自ら食べ歩きしづらくするファンサービス多すぎて、ね、自ら場所を言う有名人いないよ札幌大丈夫かな確かにサイン色紙持ってるわ、そう準備してきてますよ1軒目八京さんからスタートじゃあちょっとこれ食べて、はい、行きますか、ありがとうございます、いいえ、こちらこそありがとうございました、本当に美味しかったです、あ、ありがとうございます、いつも美味しかった、あ、ほら何見てみんな来たんですか、一人であ、来ましたね、これ二条市場、今なんか食べれるやつ何があるんですか、足おいしいよ、美味しいの、美味しいよ、これでかすぎますね、でかすぎる、まあ、パッて食べるんやったら、あ、それこれぐらいにするね、あとこれかな、これどれぐらい、これで8500円、せっかくなんで、うん、これでお願いします、はい、はい、あ、そうです、さばいてもらう、おー、そのままいける、はい、中いいです、あ、中いいんですか、やったほら、いいねズワイガニですか、これはタラバ、タラバガニ、おお、ありがとう、ありがとう、来ました、来ました、あ、うまそうですね、もう酸素でうまそうっすねが力止まらない口が回らない余裕冷めたんじゃん、あ、めちゃくちゃ身がすごいな、ずっしりやな、いただきます、北海道のタラバガニ、あ、なんかされてる、うーん、ジューシー、肉肉しい、うい、うわー、うん、美味しそう、うん、うん、食べる、北海道出身食べる、うまい、うまっ、大好きカニうわ、うまっ、しかもめっちゃみずみずしい、ジューシーやな、ほんまに、うん、私どうですか、いやー、おいしかったです、すごいわ、でっかっ、ちょっと、たぬき工事の商店街の方行きますか、うん、でそしたらはマサニーのチャンネルの方で映してるんで、はい、見てください、はい、マサニー、ラスト8店舗目8店舗目ですよ、ジンギスカンです、ジンギスカン、はい、十鉄、はい、最終点、おーっ、勝利を祝って、はい、乾杯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 、さあ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 
横目で見てました今。何もないでしょ。いや、やっぱキスする時は。ない。ここは絶対ないですし、ニンニクガンガン行きましょう。ガンガンお願いします。わあ、でもこれニンニク効いて。おざっす。おざっす。おざっす。おざです。あの、伊藤さん、あの、以前の説は申し訳ございませんでした。DM をあのいただいたんですけど、返すのを忘れていまして、すいませんでした。気まずすぎて今やばいです。ちょっと隣怖いですね、ちょっと。それは、はい、あかん。そうですね、あの、申し訳ございません。怖いっすって、怖いっすって。気づくやろ、気づいてて、飲みますけど、俺がっつり飲まれへん、お前。そうなんですか。目標達成して、今日はお願いします。